こんにちは。囲碁が大好きなカラステイプのクーロンです。今回は囲碁人物伝本因坊秀作の後編をお送りします。弘化3年7月21日西暦1846年9月11日安田秀作は大阪にて井上源南隕石とのいわゆる耳垢の一局と呼ばれる対局に勝利すると、その後数日かけて行われた計4局を3勝1局打ち掛けとします。本因坊家はこの快挙を高く評価し、江戸に戻った秀作を五段へと昇段させるとともに、跡目秀和の後継者とするべく動き出します。秀作は天武の才だけではなく、努力を怠らずに修行に励んだことで才能を開花させていったわけですが、秀作が活躍した時代は多くの実力者が登場した囲碁界の黄金期でもあり、兄弟弟子である上和の長男で後に井上家当主となる角野忠左衛門、塾頭を務めた岸本佐一郎、安井家の旧姓安井三智や太田雄三らに胸を借り、秀作は成長していきます。中でも秀作の最大のライバルであったのが天保四傑の一人である太田雄三と言われています。22歳年上の太田雄三は秀作が初段となった頃にはすでに6段に達し、本因坊家跡目となる秀作の兄弟子秀和ともライバルとして多くの対局を行っています。雄三は嘉永元年には7段に進みますが、お城越えは参加しなかったそうで、その理由は男前で女性にモテた雄三が啓発を拒否したからだという説まで囁かれています。秀作が本因坊家跡目となって以降の話ですが、ある日囲碁の愛好家でたびたび誤解を催していた旗本赤い亭に天保四傑らが集まり碁を打っていたところ、秀作の話題となり、皆が今の秀作にかなう棋士はいないだろうという話になります。しかし当時秀作と互角だった雄三はこれに納得せず、その結果嘉永6年に赤井が発起人となり、秀作と雄三の30番碁が開催されます。対局は雄三が17局までで6勝10敗1事故となり、仕込まれ、さらにここから1勝3敗1事故へと追い込まれますが、第23局目は雄三の絶妙の打ち回しにより白番事故とし、この対局をもって30番碁は終了となります。その後越後への遊歴に出た雄三は安政3年に旅先にて客死、知らせを聞いた秀作の悲しみは相当なものだったといいます。さて話を戻しますが、秀作を跡目秀和の後継者としようと考えていた上和や上作に対し、秀作は自分はあくまでも三原浅野家から扶持をもらっている身であるとこれを誇示します。そこで本因坊家は寺社奉行を介して三原浅野家の本家である広島藩主の了解を得た上で、三原の浅野忠広の了解を取り付けます。こうしてようやく秀作に後継者となることを承諾させたのでした。弘化4年秀作が19歳の年、第13世本因坊上作ついで遠距の上和が相次いで病のために亡くなると、第14世となった本因坊秀和は秀作を正式に跡目として幕府に届け出、秀作は6段に昇段し、師匠上和の長女花との婚約も決定しています。嘉永2年第14世跡目
本因坊秀作はお城越え初参加し、安井三知と対局。先番の秀作が終始リードし、11目勝ちで勝利を収めます。この日以降、秀作は文久元年に最後のお城越えが行われるまで、前人未到のお城越え19連勝という大記録を打ち立てることになるのです。嘉永3年、秀作は本因坊家跡目となった報告のため一時帰郷しています。以後、家元筆頭の本因坊家跡目ということで、その道中でも大歓迎され、各地で指導碁を行いながらの帰郷だったそうです。秀作を支援した出原城主の浅野忠広や豪商橋本吉兵衛は大変喜びますが、特に橋本吉兵衛は秀作の六段昇段と跡目相続を記念して記念対局を企画。吉兵衛が飢饉に苦しむ人々の働き先として行った菩提寺慈観寺の本堂再建工事の完成祝いとして、秀作の兄弟子で元本因坊門塾と岸本最一郎との対局が行われます。最一郎は世界遺産石見銀山で知られる現在の島根県大田市大森の出身で、当時は江戸を去り故郷で暮らしていました。記念対局後、秀作は安芸、備後、石見、出雲などを巡り囲碁の普及に努めていますが、その間大森の最一郎を訪ねたり、各地で最一郎と対局を行ったりして旧交を温めています。その後、江戸へ戻った秀作はお城越えの連勝を続け、その名声は全国へと広まっていきます。それにつれて各地へ招かれて対局する機会も増えていきますが、嘉永4年には信濃の国松城にて本因坊門下で初段ながら五段格とも言われる実力を持ち、素人日本一と称されていた関山仙台優と20番号を行っています。安政4年、秀作はふと思い立ち4度目の帰郷を行っていますが、これが最後の帰郷となってしまいます。この時実家にて同じ芸州出身の弟弟子石ヶ谷耕作と対局していますが、その際秀作は有名な囲碁十傑を耕作に勝ち送っています。囲碁十傑は唐の時代の囲碁の名手某石心が作ったとされる格言で、秀作は座右の銘としていました。文久3年、秀作は33歳となりますが、時はまさに幕末の動乱期、囲碁どころではない状態でしたが、囲碁好きであった第14代将軍徳川家茂はお城越えを開催。秀作は指定のお城越えで林文入とお好み碁で林優美と対局し、お城越え19連勝という快挙を達成。これが秀作最後のお城越えとなります。最後のお城越えが終わって間もなく、秀作のもとへ母亀の訃報が届けられます。人一倍親思いであった秀作のショックは大きく、知らせを聞いて以降追善供養のため一切の生臭いものを断つ精進生活に入ったと伝えられています。明けて文久2年、引き続き精進生活を送っていた秀作ですが、折しも江戸ではコレラが大流行し、本因坊家でも多くの感染者が出ていました。秀作は臭が飛べるのも聞かず懸命に患者の看病に当たりますが、ついに自ら感染。1週間ほど経った8月10日、西暦1862年9月3日に34歳の生涯を閉じています。人格者であり人一倍優しかった秀作ゆえの悲劇といえます。秀作と同
東京で弟弟子であった石ヶ谷耕作は生前の周作に世話になり、いろいろと迷惑をかけてきたそうですが、周作の遺徳を忍び検証活動に尽力していきます。周作ゆかりの地を東奔西走し募金を集めると、三原市の糸崎神社へ懸賞碑を建立。周作の内御集である著書光玉余韻はプロアマ問わず騎士たちに愛読されていきますが、その冒頭には周作より贈られた囲碁十傑が掲載されています。明治37年に刊行された周作高潔寄付の後書きの中で、耕作は周作のことを奇声と表現。これがきっかけとなり、本因坊周作は当作の前世に対し師匠の上和とともに耕成と称えられるようになるのです。